よかった。お前はいたのか。いいからついてこい。ついてこい。いいから黙ってついてこい。私も初めて見たときはびっくりしたよ。そんなはずないって何回も思った。今でも信じたくないよ。呆れてものが言えないか。私にわかるわけないだろう。なあ、美術部員って3人だけだったか。私がいて、源がいて、お前がいて、1年生部員って誰もいなかったか。平野、お前ハンカチ使うか。私も
思い出せないんだ。すごく可愛がっていた子がいたような気がするんだ。でもずっと大昔のことだったのか、夢のことだったのか、わからないんだ。こんなことって今まで経験したことあるか？源はまだ連れてきてない。スーはご飯の支度をしてるよ。あ、ご主人様。はい。ユイト、サッカーしよう。どうしたの？やろうよ。何が？世界？なんで？ヒラノ。どうしたの？二人とも。視聴覚室が壊れたんだ。壊れたって？部屋ごと壊れてるんだ。屋上もフェンスとかボロボロで。エーゲンジ先輩、何を言ってるの？世界？何？初めから屋上って壊れてたじゃん。さっきの視聴覚室だって前からああだったよ。ユイト、変だよ。ここいいじゃない。ユイト、何プルプルしてるの？だってユイトが変なことを言うんだもん。世界がループしてるとか壊れてきたとかさ。ユイト、夢見てるんじゃないの？変だよ。顔を洗ってきたら？源は信じずか。
なんで入らないんだ。くそ、思い出せよ、チキショな、なんだ、お前か。別に。ツーオンツーやったの、覚えてるか。四人でやったんだ。誰と誰だったっけ。私とお前と源と。剣豪だったらどうする。剣棒の中には選択剣棒って言って、特定の人物とか場所とか状況とか外国語とか思い出せないものもあるんだ。今私たちがかかっているのと似てないか。その原因ももし忘れているとしたら、断定はしていないぞ。
ったのかな。けどやっぱりおかしいって思わないか。剣豪じゃないとしてもこういうの、こういうのってループっていうのか。ループって前と同じものを繰り返すことじゃないのか。前と微妙に違うものを繰り返すことって一体なんて言うんだ。それもループなのか。最初はプールだけだった。次はスーのリボン、ツーオンツーのシュート、他にも言い出せばいっぱいあるぞ。この世界が8月25日から31日の間を繰り返しているのは多分確かだと思う。それも毎回微妙に細部を変えながらな。夢ならまだマシだったかもな。さあな。ひょっとして複数の人間が絡んでいるのかな。いや、何でもない。わかるわけないだろう。